こんばんは、サブイブラジオです。今日はですね、2009年の1月14日に東京で起こった中央大学教授刺殺事件という事件についてお話しします。この事件ですね、ポイントはですね、2つです。母親の、愛がですね、少しちょっと間違った風に働いてしまったというのと、もう一つは妄想性パーソナリティ障害という、これはパーソナリティ障害って言ってるんで、なんかこう精神障害かみたいなことなんですけれども、これは性格の一種ですね。妄想を抱きやすい性格というのが、事件に影響した事件であるということです。ぶっちゃけ被害妄想の強いやつっていうことなんですけどね。では実際にこの事件がどんな風にして起こったのか見ていきたいと思います。2009年の1月14日、今から13年前ですね。東京の文京区に中央大学の後楽園キャンパスというのがありまして、ここは理工学部、理系の学部がありまして、そのキャンパス内の建物の4階のトイレで、男性の教授、高久保はじめさんという45歳の教授がですね、何者かによって40箇所ぐらい刺された状態で亡くなっているのが発見されます。これ発見したのは留学生らしいんですけれども、試験の日やったらしくって、大学に泊まってた留学生がトイレ行こうと思って4階のトイレに近くまで行ったら、バタンという音が聞こえて、そのトイレの方向から黒い服を着て黒いニット帽をかぶった男が早足で歩いてきます。でぶつかりそうになって、あって避けて、その男は行ってしまって、でトイレの扉を開けたら、そこに高久保教授がうつ伏せの状態で倒れてですね、あたりは血だらけと、壁にもですね、血が飛んでいたというような状態であったということです。警察が調べたんですが、凶器がなかったんです。犯人に特定できるような、なんていうんですかね、遺留物もなかったですが、あとですね、防犯カメラもこのキャンパスには設置されてなくて、防犯カメラの映像もなかったと。で、ただいろんな聞き込みをしてましたらですね、教え子で28歳の山本隆二という男が、捜査線上に上がってきます。この男はですね、前からですね、コミュニケーション能力があんまりにもなさすぎてですね、卒業後もなかなか就職してもうまいこといかず、なんとかこの高久保教授のところに相談に来てたんですけれども、高久保教授もかなり心配してたというような人物で、一応調べてみようということで警察が調べに行ったところですね、犯行を認めたと。でさらに、高久保教授の手の爪の中にですね、犯人の皮膚のかけらが入ってまして、この DNA 検査が、この山本、龍太と一致して逮捕されたというところです。ではこの山本がですね、どういう男なのかというのをまずちょっと見ていきたいと思います。もともと、ご両親の間に生まれた一人っ子でした。逮捕された当時は28歳ですね。で、お母さんが看護師さんをやってらっしゃったんですかね、一人っ子ということで、かなり愛されていました。小学校とか中学校でちょっとトラブルがあってもお母さんが学校に乗り込むと、今やったらようあるパターンですけれども、それでお母さん乗り込んできたらしいでと言って、同級生の中で話題になったりしたことがあったということです。成績は良かったんですけど、あまり周りの人とよく話すタイプではなく、寡黙で、いつも教室の端で一人でいるというようなタイプだったと。で、頭は良かったんで受験してですね、中央大学に合格するんですね。で、もともとこの高久保教授というのが、電子回路の研究とかしてまして、その世界ではかなり有名な方であったということで、山本自体もその高久保教授のゼミに入りたいという願いが叶ってゼミに入るんですけど、次第にですね、ゼミに行かなくなるんですね。
で、ここのゼミに入ってる人はほとんどが大手、電化製品メーカーもしくは、まあ、IT の会社とか、まあ、なんていうんですかね、半導体を作ってたような会社とか、まあ、そういうところに就職していくんですけど、まあ、山本はコミュニケーション能力がなかったんで、まあ、面接にもなかなか引っかからずですね、ただこの高久保教授の紹介で職員会社に就職します。ですが1ヶ月半ぐらいで辞めちゃうんですね。でその後、まあ、ホームセンターでアルバイトしたりとか、あと実際に自分の希望であった電子回路を作ってる会社に就職したりとかするんですけれども、5、6社、まあ、1点は辞め1点は辞めみたいなことを繰り返します。で、まあ、お母さんが過保護エピソードで言うとですね、例えばですね、この電子回路の会社、ようやく山本の希望が叶って就職するんです。まあ、就職の前に試用期間ですね、テスト期間みたいなのがあって、それが終わる頃にですね、山本自体がちょっと機械の操作が難しすぎるんで僕辞めますと会社に言っちゃいます。で会社が採用してたとしようと思ってたのにってなってですね、山本家帰ってお母さんに、難しいから辞めてきたって言ったら、お母さんが何言ってんのあなたって言って会社に行ってですね、あの子あんなん言うてますけど私説得しますから会社の方でもう一回考え直してくださいって言うんですね。で家帰って山本に、あんた行きたかったとこ電子回路の会社やろと、行ってらっしゃいということで、山本はお母さんに言われてもう一回考え直しました、やっぱり雇ってくださいって会社に言いに行くんですけど、会社はですね、まあ、そもそもお母さんに言われて考え変えるとかちょっとやばいから、何やったら客に迷惑かけてしまいそうやから、やっぱり雇いませんと、まあ、お母さんのこの、ね、愛情がちょっと何でしょう、まあ、そもそも山本の性格が変なんですけど、あのお母さんの愛情が、まあ、いい結果に結びつかないみたいなことがあります。でこうそうこうしてるうちですね、本当に何やってもうまいこといかないんですね。でお母さんの愛が、まあ、ちょっと自分にとって良くないみたいなのを考えてですね、一人暮らしする機会もあるんですけども、そのうちにだんだんと自分の、まあ、恩師である高久保教授に対してですね、恨みを募らせるようになって、で、高枝切りバサミってあのホームセンターに売ってるの、まあ、要はテレビショッピングとかでやってるあれですね、あれを買って、であれはハサミみたいになってるんですけど、あれの片方を分解してですね、刃渡り27センチの刃物を自分で作るんですね。でそれを持って、まあ、山本教授の、まあ、ゼミをやってる大学に忍び込んで、でトイレで30分待ち伏せして、で、山本教授が、まあ、トイレに入ってきたところを後ろから40回刺したと。40回ですよ、40回何かするってかなりなんですけど、でしかもそのうち刃渡り27センチなんで、傷が貫通していた傷もあったと。なのでおそらく、山本教授が背中から刺されますね、山本教授じゃないですね、高久保教授が背中からこの山本に刺されます。何回か刺されたら倒れます。さらに倒れたこの教授を執拗に刺し続けたということなんですね。深い深い恨み、強い強い殺意があったと言われています。じゃあなんでこの山本龍太はそこまで強い殺意をこの高久保教授に対して抱いていたのか、この動機の部分ですね、これがですね、まあその辺にあるウィキペディアとか、まあ、例えばこのフライデーのですね、デジタルとかを読んでもそこまではちょっとわからないんですね。まあおとなしい性格であったとか、で過保護であったとか、まあ、就職してから全然うまいこといかんかったとかで、高久保教授も山本を心配してたとか、まあ、そういうことは書いてるんですけれども、なぜこれほど40回も人を刺すほどの明確で強い殺意をこの山本が抱いたのかというのは、実はこの裁判の記録を見るとようやく理解できました。じゃあこの裁判の記録どうやって見るのかというとですね、実は当時ですね2010年の、
産経新聞ですね、11月29日ぐらいからこの裁判の記録を、まあ、連載しています。でこれは例えば図書館とか行ったら見れますし、例えばですね一部ブログにこの産経新聞のこの記事が、まあ、そのまま転載されていますので、よかったらご覧になったらよくわかるんじゃないかなと思います。例えば、ウェブ獄中記、小菅日記&黒羽日記と、まあ、いうニフティのブログがあるんですけども、ここに全10回この裁判の、法廷ライブ、これ産経新聞の記事が、まあ、転載されてますので、これ見たらよくわかります。一言で言うとですね、山本龍太犯人はですね、この高久保教授を自分に対する圧力団体のボスであったと、まあいうふうに思っていました。で、間もなく自分はこの圧力団体によって殺されてしまうと。で、今まで自分がうまくいかなかったのは、この圧力団体が自分を盗聴してですね、自分をいじめようとして、やがては自分を殺そうとして、まあ、そういう企みで自分が何回就職してもうまいこといかなかったし、そうですね、何回また転職してもうまいこといかなかったと。それは全て高久保教授をトップとするこの圧力団体による仕業であると、まあ、いうことを、まあ、確信してたということなんですね。で、すごいですよね。で、まあ実際だから反省の弁は言うんですね。遺族に対してどう思ってますか、大変なことをしてしまったと、遺族に対して申し訳ないとか言うてるんですけれども、実際ではそのなぜ高久保教授を殺すまで行ったんですかみたいなことを聞かれてですね、これは武士の精神につながっていると、まあ、武士は座して死を待つのではなく、まあ、相手を殺すと、いう考えであったと。武士の価値観としては自分の行動は正しかったと、まあ、いうふうに言ってます。ちょっともうこの辺になったらもうちょっとついていけないんですけど、まあ、簡単に言うとですね、まあ、例えばゼミでなんか送別会があったんですね、みんな卒業するときに。でその時に食中毒になったそうなんです。でこれは高久保教授らによる、まあ、自分を自分に対する毒を持ってるんだということとか、あと高久保教授がですね、他の人たちと仲良く話してですね、お前ほんと頑張れよ、頑張んないとほんま大変なことになっちゃうぞっていうのが、自分はちゃんとした電機メーカーに就職できへんかったことの当てこすりであるというふうに完全に思い込んでます。でみんなが自分をバカにしてると。で例えばですね、ゼミ合宿っていうのがあるんですけど、山本はですねそのゼミ合宿行かなかったんですね。でお母さんと旅行に行ったんです、その日に。でお母さんがそれを密かに高久保教授に言ってたんです。うちの子ねゼミ合宿どうしても行けないって言いましてね、代わりに私と一緒に旅行に行ったんです。ほなまあ高久保教授はそれを知ってるんですよね。で何かのきっかけで高久保教授が自分がお母さんと旅行に来てたってことを知ってるということを山本は知ったらしいんです。でこれはお母さんがチクったとかじゃなくて、自分は盗聴されてると、この高久保の野郎俺を盗聴して俺を貶めようとしてると、まあいうふうに思い込んでいってしまうんですね。だからその後もですね、これ卒業してから、まあ、かなりの年数 5,6 年経ってるんですけども、その間もずっと高久保教授は自分に対して嫌がらせを続けてて、何やったら殺そうとしてると。例えばレストランに行った時に毒を盛ろうとして、実際その味がおかしいなと思ってそれからもう食べなかったりとか、ホームで電車に乗ろうとしてる時に後ろから押されて、高久保教授がトップである圧力団体のメンバーが自分を殺そうとしていると、まあ、いうようなことを、まあ、思ってたと。で、まあ、武士の精神、まあ、やられる前にやらないといけない、で殺しに行ったということなんだそうです。まあ、
完全にぶっ飛んでますよね。でしかも怖いのはですね、この山本はですね、最終的に懲役18年かなになったんですけど、この裁判の中でもですね、この自分が精神鑑定をされて、その妄想性障害の状態であったと、なので実際にはないことを妄想として信じ込んでる状態であるというふうに診断されたんですが、それについてどう思いますかということを検察に聞かれてですね、裁判中に。そんなら、まあそういう考えもあるんだと思いますと、それは納得してないということですか。はい、そうですと。これ出てきたらもう一回やるやんっていう感じなんですよ。だからこれちゃんと出てきても入院を家族がさせることができるのかと、その精神科にですね。でこの状態をまたいい方にちゃんと持っていくということができるのかっていうのがすごく気になる事件です。でまたちょっとこの裁判のこの記事で一個その僕が注目したのはですね、まあ、今回のこの妄想性パーソナリティ障害というのと、この妄想疾患、妄想性障害かっていうのと、統合失調症という違いについて、まあ、この精神科医の人がですね、裁判の中で言っているんですね。で、これが妄想性障害というのは、現実世界に起こり得ることを、起こり得ることの中で事実としては起こってないことを起こったと思い込むことなんです。まあ、例えばさっきもちょっと例に挙げたかもしれないんですけど、職場で、僕が他の同僚からいじめられていると、もしくは自分がミスもしてないことをミスをしたという濡れ衣を着せられたとか、自分が書いているメールを、上司が全て毎日チェックして自分を貶めようとしているとか、まあ現実世界では起こってないんですけど、まあありえないことではない、これが妄想性障害で、この山本龍太もこの妄想性障害であったと。でこれが進むと統合失調症というのになるんですね。この統合失調症と妄想性障害何が違うかというと、統合失調症というのは現実世界でもなかなかありえないぐらい突飛なことを信じ込むというのが統合失調症です。で例えばですけども、アメリカの大統領もしくはどこどこの大統領が自分をですね、衛星で監視して、で、自分を殺そうとしているとか、アラブの国の王様が、自分に嫉妬してて、で自分をなんとかこう暗殺しようとしているとか、まあ規模がバカバカしくなるというのが統合失調症で、妄想性障害っていうのは、まあ、ありえることを、ありえることの中で実際起こってないことを信じるということなんだそうです。まあ、この違いをまあちょっと力説しましたけど、まあ、だからなんやねんって話なんですが、ただね、もう一つこの精神科医の方がおっしゃってて、へえと思ったのが、妄想性障害があるからって犯罪を起こすかって言ったら必ずしもそうではないということを言ってます。例えばどっかのおばあちゃんが、私の金実は息子に盗まれてると思い込んじゃってます。ただ息子怖いから容易そんなこと言えない、事実としてはないんですよっていうようなことは往々にしてある。もしくは夫が、奥さんあいつ浮気しとると思い込んでる、実際にはそんなことはない、でも旦那はそれを奥さんに、まあ、よう言わないというか、まあ、言わない、だから日常生活としては、まあ、円満にかつうまいことを言ってると、まあ、いうようなことは世の中には山ほどあることなんだそうです。だからその奥さんが浮気してると思い込んでですね、奥さんを殺したりとかするというのは、まあ、どちらかというと自分に不利益が与えられた時に、それのお返しに相手を殺そうという、まあ、これ自体が相手にから不利益を実際得た、あの受けたとしても、実際いじめられたとしても殺したらあかんじゃないですか。なのでこの妄想性障害と犯罪が結びつくのは、ひとえにこの
犯人の男の、まあ、なんていうんですかね、別の部分での性格が大きいと、まあ、いうようなことを言ってます。つまりこの山本の場合は、武士はですね、やられたらやり返すと、やられる前にやり返すと、まあ、そういったことですね。実際この小学校中学校で山本はいじめられてたそうなんですけど、その時に学校にですねナイフを持って行ったらしいんですね。カッターかな。で友達からなんかこう暴力を振られた時に実際そのカッターを見せつけて、でそこからいじめが終わったと、まあ、いうような経験を持ってたそうで、自分が実際にいじめられた時には、まあ、暴力でやり返したことが、まあ、成功体験としてあったと、まあ、いうのも、こういうあの犯罪に結びついた部分じゃないかなと思っております。ちょっと今日は長くなってしまいましたが、2009年の1月14日に起こった東京大学教授刺殺事件についてお話しさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。